はい、皆さん、こんにちは、えー。ファイナンシャルプランナー、貨幣研究室の伊藤です。えー、本日はですね、これ、地方の、まあ、とあるところで、また入手したものなんですが、えー、今回はこの1円銀貨ですね、えー、完全未使用と記載があります。8万円したんですけど、まあ、果たしてこれがどういった評価になるのかな、まあ、鑑定出して、その結果もそのうち伝えたいと思うんですけど、 まあ、つい最近買ったものなので、えー、ちょっとこれをご紹介したいと思います。この竜の図面の方は、一箇所の黒い部分を除けば非常に美しく輝いておりまして、で、一円の表面のところも、まあ、若干の小さい傷はありますが、まあ、それ以外のところは、まあ、美しい状態を保っているかなと思います。えー、こちら、明治27年、 の一円銀貨になりまして、明治27年は発行枚数が多いんですね。えー、2211万8416枚ということで、まあ、入手はしやすい部類にはなるとは思うんですが、果たして、えー、これがどれぐらいの評価になるかというところですね。まあ、完全未使用とは書いてあるものの、果たしてどれぐらいになるかっていうのをちょっと鑑定出して調べてみたいと思います。 いい評価になるといいんですけど、うんまあ、ちっちゃい傷がどれぐらい評価を下げるかっていうところがね、えー、ちょっと気になっておりますので、えー、鑑定出して調べたいと思います。一円銀貨もですね完全未使用とか、もしくは未使用のものっていうのは、なかなか入手がしづらくなっているというのが昨今の実態だと思いますので、まあ、何かあれば、まあ、若干値段が,が高くてもね、あの買うようにはしているんですけども。 果たたしししてこれもどんな評価が出るかね、楽しみにいいと思います。また、新しくコインを入手した場合や、鑑定結果が出た場合に、この動画を作って、皆様に少しでも、ね、役に立つような動画にしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。